はい、こんにちは。日本改革党靴沢です。大きい赤ピッピ様、ご支援ありがとうございました。何でもいただき、恐縮であります。ありがとう頂戴して政治活動資金させていただきたいと思います。北朝鮮が9月25日からですね、10月前半にかけて13発のミサイルを日本の近隣に発射したことに対し、新たに5団体を資産凍結などの制裁対象に追加することを閣議決定だそうであります。なんだよ、まだ制裁できるとこ残ってんのかよ、甘いなって思いますけれども。でですね、朝日新聞の記事なんですけれども、優しい朝日新聞はこの5団体の名前を伏せております。あと、日本にあんだが海外の団体なんだが、それもぼやーっとして伏せております。駅前の違法ギャンブルを潰そう、ソ連のガサ入れしたら、朝日は団体名をなんで報道しないんだ、日本にミサイル撃ってくる国の組織が普通に存在してるってすげえよな。これソ連のことですね、市ヶ谷にあるね。北関係は全部制裁してて、輸出入はおろか送金もないんだと思ってました。私、まだ制裁できる先があるんだ、甘くないか、北朝鮮とちょっとでも関係がある団体全部に制裁下したらどうでしょう、予防的に。ソ連をいきなり潰すのは無理って言うんだったらですね、当面の間、じっくり調査しますっつって何年かぶっ続けでガサ入れしたらどうでしょう。泊まり込んでね、職員泊まり込んでね、まあそれも大変な労力ですけれども、その間当然業務停止になるし、引っ越しを認めなければ非合法の地下組織ってことにできるし、そしたらそこの連中パクれるし、で、いいんではないかなんて思いますけれども。昨日のですね、参院予算委員会が17時の定時に終了。石井純一参院運営委員長、会食中に野党がだらしないって話になった。予算委員会が定時終了って異例のことらしいですな、知らんけど。だからこういうこと言ったんだろうね。定時に終わっちゃって野党はだらしない。石井純一って何党だかわかんないですけれども、立憲だらしなくない、強く抗議する、だそうで。だらしないって言われて、だらしなくないって答える方も、世論です。この反応がもうダメ。そういうとこだよ。支持者に申し訳ないとか思わないの？事実陳列罪。野党第一党の維新に言ったんだが、まずはだらしの定義を。支持率の数字は嘘つかない。定時で帰って何が悪い？だらしの定義なんですけれども、ふしだらから来てるみたいです。ふしだら、しだら、だらしってなったみたいであります。つまりだらしがないはふしだらってことかなのかな。バカにバカって言うとムキになりますよね。ムキになりますよね。賢い人にバカってバカだなって言っても笑って聞き流してくれますよね。もしくはですね、あ、この人には私の賢さは分かんないんだな、思ってですね、まあスルーしてくれるんですけど、バカって言われてスルーできない人はバカっていう法則じゃないか、私はそう定義しますけれども、だらしないって言われたら、そう言われたのは不徳であるとかね、批判を真摯に受け止め改善に努めますとか、これがまあ普通の組織の反応ですよ。大人の組織のね。NHK は関係者が何かやるたび、逮捕されるたび、不祥事あるたびにですね、事態を重く受け止め再発防止に努めますって、まるで録音のようにしょっちゅうしょっちゅう喋ってますけれどもね。まあこの反応するとこがダメなとこですね。まあそういうとこですね。支持率右肩下がりで止まんにいいのはね。本名と国籍聞かしてても元の国籍が記載されるマイナカードの普及を何としても阻止したい福島みずほ。今の健康保険証で何の問題もない。持ち歩くことで紛失の問題や子供にもマイナンバーカードの義務付けとなる、とか言って、へりくつこねてるんですけど、なくしたら困るのは今の保険証も一緒だろうと無事炎上しておりました。よほど都合が悪いようだな。詭弁も破れかぶれになってきてるやん。ごねる理由を探してるだけ。
うるさいですマイナカードは写真付きなので他人に悪用されにくいよ、この人は日本語を紛失しているけど顔写真のない保険証の方がなくしたらやばいだろ。ツイッターでわめくより国会で質問したら、財布も落としたら大変だから持ち歩くなと。なくしたら大変ってね、運転免許から保険証から財布からスマホからなくしたら全部大変でしょうが、ばっかだな。子供に強制することになるって、ね、何が悪いんだ。子供だって住民票で国家に管理されてるんでしょうが、国家による管理を逃れてるですね、スパイにとっては死活問題ですからね。不法滞在とか日本にいないことになってるとかね、まあ尻滅裂な難癖も口から出るか、福島みずほだね。この人は日本語を紛失してるっていうのは笑っちゃいましたけども、NHK がまた必要な BTS 推しやったみたいになります。BTS メンバーが兵役にを夜7時と夜9時と、のニュースと、おはよう日本と朝7時のニュースでやって、それでも足りずに NHK ラジオで放送したのって世論です。日本にとってそれ何の意味あんの？ NHK の CN ニュースでこれ流しますかね？おはよう日本で BTS いらんやろ。NHK の人は何とも感じないのかね？何とも感じないのかね？本当に。BTS って誰や？ NHK 報道局の国籍は？韓国のニュース番組かよ。これがゴールデンのニュースにするネタか。もっと報道しないといけないことたくさんあるだろう。イギリスやインドの首相が来日しても扱わなかったりするくせに何なんだ。NHK 頭おかしいと。NHK の番組制作現場に純粋な日本人はもう一人もいないって噂です。噂ですけどね。韓国人による韓国人のための NHK と。そうでなくてもですね、NHK ワールドっていう海外向け映像ですね、日本人からぼったくった受信料で作って外国人にはタダで見せてるし、なんでそんな大事なんだ BTS の兵役が、不思議に思って調べたんですけれども、今回兵役に行くのは最年長の29歳、だそうでございます。で、今までなんやらかんやら理由つけて20歳から20ヶ月行かなくちゃいけない兵役を延期してたんだって。他のメンバーも20歳超えてて、この際だから全員兵役済まして2年後活動再開しようって話になってんだって。つまり BTS ってグループ自体が活動休止になる2年ほど、それで騒いでんだって。こんなに騒いでってゴミと他の売り物が育ってないんでしょうね。まあこいつら一強っていうか、他に金稼げるコンテンツがないっていうか、韓国出身学なんですけども、1位以外は無意味っていう影響で、まあ前科無科みたいなもんですけど、何の分野でも一人勝ちしやすい文化があります。まあサムスン一人勝ち、ヒュンダイ一人勝ち、みんなが1位がいい、2位じゃダメというもんで、ついでに1位の美女以外無意味ってことで、つまり個性的な美女とかを認めない。整形も同じ顔ばっかになっちゃうんだって。1位取れるような、まあ、整った美人顔ですよ。みんなそれ目指すもんだから。それ以外は無意味だっつってね。日本人にはまさしくどうでもいい話で、バカみたいなんですけれども、まあ、1位の BTS がいいっつって、他にないんでしょうね。育ってないっていうかね。NHK スクランブルデモは絶対報道しねえのに、何なんだこのしつこさは。昨日ですね、渋谷区役所に公園使用許可書を取りに行きました。申請して何日か経ったら取り行かなくちゃいけない。役所に2回、警視庁に2回、所轄署に、今回は渋谷署ですけど、に2回行かなくちゃいけない。これ大変なんだよな、デモやんな。例えば大阪でもやってくれなんていう話あるんですけど、大阪の人が役所と大阪府警と所轄にそれぞれ2回ずつ行ってデモ申請やってくれたら、いろいろ背負って行ってもいいんですけど、プラカードとかのぼりとか拡声器とか、背負って行ってもいいんですけど、まあまあちょっと日にちもかかるし、そういうわけで公演使用許可も
申請出して出来上がるのに何日かかかって、できましたよってあの連絡があったら、ああそうですかって取りに行って、であの警視庁に行って、何日かかかるんで、東京にいる私はとてもとても大阪のデモ申請できませんので、例えばですけど大阪に住んでる方で、あの平日余裕ある方がこれやってくれるっちゅうんだったら、私やりますよって呼びかけて、道具一式持って大阪行くんですけど、どうでしょうね。名古屋とかでもいいけどね。11月23日祝日13時30分神宮通り公園集合、 NHK スクランブルでもよろしくお願いいたします。前提の知識としてですね、李承晩、降伏後も半島に居座る悪辣な日本兵を我々が追い出した、もちろん大嘘なので、我らがここを統治する大韓民国建国1948年、本当言うとあのアメリカに言われて、おめえ適当に収めろここって言われて、はいっつってやったんですけど、韓国政府の統治の正当性イコール権威が日本兵は悪かったっていう大嘘の上に立脚しているので、反日は韓国の国是です。自分らだって終戦までは日本兵だったことに齟齬や矛盾を感じない都合のいい脳みそしてますね。嘘の上に建国した大韓民国という国体が続く限り、反日は続きます。さらにはですね、あの島根県竹島を軍事占領中の軍事的敵国です。我が国を侵略中です。軍事敵国です、韓国は。それを踏まえて、岸田総理が靖国神社秋の例大祭に真榊を奉納したことについて、韓国外交部、日本の侵略戦争を美化するもので深い失望と遺憾と声明を発表しておりました。一緒失望してるこの敵国名って感じなんですけども、世論です。もう誰も何とも思わんからな。韓国内向けの発表だな。未だにカードになると思ってんだろうな。失望したままでいいから国際会議の時に付きまとうのやめてね。ストーカー通り越して背後霊みたいもう面倒だから断固でいいだろう。韓国政府が何か言うたびに制裁を加えるルールにしよう。韓国で騒ぎ出したのって中曽根ぐらいの時だろう。朝日が言い出したんだっけ。そうそう、日韓関係破壊の最大の功労者朝日新聞と。内政干渉つうか、まあ、敵国に対する情報工作であると考えた方がいいですね。韓国にとって日本は敵国ですから。総理の真榊法のはですね、安倍総理からの伝統で、まあ、いちいちぶたれてもですね、今さらやめない。敵国も分かってるが、韓国人民に向けてですね、ちゃんと国是の反日やってますってアピールでしょうかね、この声明発表はね。建国から74年も経過してですね、人民は国是の反日を忘れがちなんです、実は。しょっちゅうしょっちゅう日本に、旅行先、海外旅行先、日本が一番人気だそうでね。そこで活躍するのが北朝鮮工作員。今日も今も韓国内で反日世論形成工作を毎日毎日やっております。北は日韓が仲良くなって共に攻めてこられると困るんで、必死で日韓を分断しなくちゃっつってね。慰安婦記事書きまくった朝日新聞も北の手先と、20年間で7400本書いておりました。韓国にとっても国勢の反日を満足させられるから、どっちにも褒められて、朝日新聞はいい気分だったんじゃないかな。日韓首脳会談やってやるぞ。会場は靖国神社、能楽堂で、行ってみたら、韓国政府に。やんなきゃ外交無能で罵られたままだし、やればろうそくでも開始でしょうしね。まあちょっと言って揺さぶってみんのもいいと思います。植民地侵略戦争どうのこうの言ってたな、韓国外交部。日本の侵略戦争を美化するもので、何言ってんだろうねこいつら。
侵略じゃねえっつうの、まあ、そっから間違っておりますんで、耳を貸す必要はありません、韓国は全く真実の本当の敵国です。日本を侵略中の、ですんで、あの仲良くしようとか、あの貿易しようとか、そういう考えが間違ってる全然間違ってる、あとですね、あの韓国政府が何を言ったって、あ、敵国が何か言っているその意図はって考えた方がいいって私は考えております。メール党員さん大募集であります、メール党員さんになっている方々、メールのご購読で日本改革党を支援していただき誠にありがとうございます。デトックスジャパン